新感覚中華ランチ。知多市西の台にある中華ダイニング秀丸。名古屋の老舗で20年修行した木村隆秀さんと奥さんの咲さんが4年前にお店を開きました。日本人の味覚に合わせた広東風の中華で、ランチやお酒を楽しむお店として地元の人に人気の中華料理店です。そして今回のちたまるランチはテイクアウトで参戦、チリチーズチキン丼。カリッと揚げたチキンと野菜の素揚げを丼にのせて、そこにかかるのは店自慢辛さ控えめのチリソース、最後はチーズをたっぷりとのせて完成です。はい、今回は夏バテや免疫力アップに特化したメニューを作りました。チキンを丸々揚げたものと、エビチリのチリソース、あとチーズをたっぷりかかったメニューとなっております。それぞれの食材に免疫力だったり夏バテ防止する調味料が入っているので、あとエビチリのチリソースには甘酒が入っていて、で飲む点滴とも言われているぐらいすごい健康的なものが入ってたり、栄養たっぷりだけど美味しく食べれるっていう満点なメニューとなっております。お店のイベントだったり最新情報などは SNS に載ってますので、ぜひチェックしてください。